ぞエンジョイチャットへ。チャットルームを選択してください。パスワードを入力してください。
こそ電脳空間の楽園エデンへ。エデンはメタバースにおいて革新的なサービスの数々を提供する新世代型デジタルコンテンツです。ショッピングから映画などの各種エンターテインメント、企業間の商取引から行政機関の手続きまで、皆様のニーズにお応えし、皆様の生活の一部となるサービスを本日も心を込めてご案内させていただきます。従来のネット、画面上でのやり取りではなく、アバターを介しての直感的なバーチャルリアリティ体験と、最先端の電脳空間サービスを心ゆくまでお楽しみください。エデンは世界をつなぎ未来をつむぐヒューマンネットワーク、上白エンタープライズが運営しております。
アッキーノです。エデンだと初めましてだね。っていうか私シラミネノキア、よろしく。じゃな、遅いよ。何してたのよ、こんな危ない場所で一人。ブルーボックスはまだ来てないのかって？ふん、来てますよ。来てますが何か、ちょ、信じられます？あいつさ、俺、ちょ、あいつ、そういうとこあんだよね。自己中的な？イケメンだからって、ちょ、大体何？白い少年の幽霊？噂になってるだかな。っていうか、電脳空間で幽霊なんて非科学的だし。恨めしや。どうしよう？ちょ、ビビりすぎだっての。なんだ、新たじゃん。ただの新たじゃん。ったく、チキンのくせに意気がってこんなとこまでのこのこ来てんじゃねえよ。その、こんなとこに置き去りに。ああ、うっせうっせ。つうか初めてだよな、こっちで。真田新ただ。ま、適当によろしく。ちょ、自己紹介くらいちゃんと。もう分かっちゃってると思うけど、これがブルーボックスの。なんかイメージ違くない？あっちだといい感じに面倒見よくって頼れる兄貴。私もこっちで初めて会った時マジビビった。不愛想だし自己中だ。ほら、イケメンの無駄遣いって。アホは放置で頼むわ。で、お宅を待っている間にこの辺りを探。俺らを呼びつけたナビット君がいない。え、幽霊探してたんじゃないの？ま、そのついでにな。結局どっちも見。それどころか一っ子一人いね。やあやあ、お待たせ、ナビット君だよ。これは世界を変える力だよ。ハッキングだ、俺たち全員。チッ、俺のゴールを簡単に突破しやで。で、最近ハッカーたちの間に出回っている。ねえ、デジモンって。ああ、オタクが興味津々だった。ふん、特定のデータ、デジタルモンスターをスキャンしてキャプチャーすると。やっぱデジモンってデジタルモンスターの略らしいぜ。え、デジモンってハッカーが使うヤバいプログラムなんだよね。じゃあ私たちハッカーになっちゃったわけ？そう言えなくもないかもな。ま、いいじゃん別に。ハッカーなんざ今時珍しくもねえし。やだ、ハッカーなんてやばいよ。いらない、こんな。あれ、嘘、アンインストールできない。やめとけ、プログラムに。逃がすかよ。ちょ、アラタ、私帰るから、もう帰るか。何これ、さっきまでなかったじゃん。これもハッカーの仕業。先へ進めってこと。私たち